来たな。待ってたぜ、ナズ。勝負だ、ギルダーツ。まあ、そんなに焦るな。戦う前に少し話をしよう。覚えてるか、俺たちにとっちゃ1年ちょっと前だが、あの時の S 級昇格試験で戦った時のことを。そりゃ覚えてるさ。俺はお前に手も足も出なかった。その時、戦いの後、俺がお前に話したことは覚えてるか？参りました。見事勇気を持って立ち向かうことを俺は咎めたりしない。しかし抜いた剣を鞘に収める勇気を持つ者はことのほか少ない。恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。ああ、覚えてる。俺はあの時初めて勝てないって思ったんだ。今はどうだ？俺のことが怖いか？正直、怖い。でもな、これは乗り越えなくちゃならねえ怖さだ。あの時は手も足も出なかったかもしれねえ。でも俺は強くなった。勝ってそれを証明してやる。燃えてきたぞ。いい目だ。それじゃ始めようぜ、夏。俺を乗り越えてみせろ、夏。行くぞ、ギルダーツ。これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。座り。炎竜王の崩壊。よし、全体ご飯グレン・ホーワーカーン。これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。暴れたんねえぞ。行くぞ、イグニール。見せてみろ、お前らの力を。炎竜王の崩壊。悪のロギアを倒す魔法だ。できるようになったな、夏。
勝ったぞ俺がギルダーズに勝った。よっしゃふう、負けちまったが、俺がここまでやられるなんて思わなかったぜ。見たか、これが俺の修行の成果だ。これで俺がフェアリーテールで一番強い。おい、ナツ、どうした？寝てやがる。ぶっ倒れるまで力を出し切ったってことか。たか、無茶しやがって。ここに置いて帰るわけにもいかねえか。ゆっくりセット。あいてててて、怪我人にはつらいな。こりゃいつの間にかずいぶん重くなりやがって。強くなったな、ナツ。次は